魔のくさびは、吉原里恵子による日本の BL 小説である。挿絵は、道原勝美。雑誌、ジューンに1986年12月から1987年10月までに連載され、1992年に文庫版が売り出された。ドラマ CD 化や OVA 化などのメディアミックスがなされた。巨大コンピュータが惑星を支配し、その配下である、 サイボーグアンドロイドたちが人間を霊属させる世界を舞台とした SF 小説。支配層であるサイボーグはエリートと呼ばれ、脳だけが生身であり、体は機械で構成されている。エリートは惑星やモイの政務を担い、また、他惑星との外交、行政、貿易、経済の管理などを行う。また、階級別に髪の色を染め分け、一目で階級が分かるようになっている。 市民である人間たちは自由に生活を送っているように見えて、その実厳しい制限が課されている。人工体のエリートたちがペットとして人間を飼い、ペットは選ばれたことを誇りとし、人間の尊厳を奪われていることにも気づかない。機械と人間の逆転した支配関係が本作の根幹を成している。イヤソン・ミンクが黒髪の男力と出会い、その力気をペットにすることから、 物語が始まる。OVA は1992年8月と1994年5月にマガジンマガジンからリリースされた。1993年にはドラマ CD 魔のくさびダークイラジャネスが出た。デジタル漫画パブリッシングは北米での英語版出版のライセンスを取得し、ケリー・クイーン分けで英語版を出した。 デジタル漫画パブリッシング版、魔のくさびは、愛の奥サくさび、ザスペースビトウィーンとして出版され、第1巻は2007年12月に発売、残りの5冊も2008年度中に出版される予定である。なお、日本国外での OVA 発売のライセンスを取得している企業は現時点ではない。2007年5月からは、ミーメーカーによるドラマ CD シリーズが発売されている。 2010年からは、県メジアによる OVA が発売される予定だった。現在発売元を、ポニーキャニオンに変更し、第一部全4巻として2012年1月から、順次発売される。愛にもいろんな形がある。憎しみ合うことでしか存在できない。そんな関係もあるんだ。主人公の力は最下層のスラム出身。その力を愛するようになるイアソンは、 惑星アモイに13人しかいない、最高権力者のエリート、ブロンディーだった。身分が違いすぎて本来出会うことすらないはずのない二人が、偶然出会い、イアソンはリキへの執着と愛を深めていく。リキは自分を支配するイアソンの執着に戸惑い、猛烈に反発する。スラムの雑誌と棚倉のブロンディ、ー、ペットと主人。歪んだ関係でしか結びつけない、リキとイアソン。 その間に存在するのがどんな感情であっても、お互いを意識せずにはいられない、惹かれ合わずにはいられない二人。歪んだ関係に苦しみさに縛られながら、やっと二人だけの穏やかな最後の時を迎える。魔のくさびを力視点で捉えると、最下層の力が理不尽な制圧として翻弄されるストーリーであるが、イアソンの視点に立つと、冷酷な機械のイアソンが、 地域によって感情ある人間へと変わっていくストーリーとなる。声の記述は OVA1 期、OVA2 期、カセットブック、ドラマ CD1 期、ドラマ CD2 期の順。1992年8月に OVA がリリースされ、1994年5月には完結編がリリースされた。2012年よりリリース中のリメイク版。 前作も手掛けた、秋山勝人や尾田直行も、スタッフとして参加している。カセットブックは1989年5月31日リリース。吉原里恵子、興風社出版、単行本、全2冊。吉原里恵子、整備堂出版、クリスタル文庫、文庫全6冊。吉原里恵子、徳馬書店、キャラ文庫、文庫全6冊。ありがとうございます。